っていきまーす。意外とうまそうでしょ。アタッカーの勝利。マガト、ごめん。ここまでだ。バックあれしよう。まず今シーズンの感想を聞きに行こう、ハンドさんに。お疲れ様です。そうです。なんか正常わかんなくなっちゃった。全部忘れました。あの壁とかも使えなくなっちゃった。見てたけど全然なんか壁もオーブも蘇生も使わなくてずっと残ってましたね。出せりゃいいんやな。パチのと。いやでもこれはでもちょっとブランクあったんで。まあ確かに確かに。最近ちょっとやってなかったんでね、コーチング。全くしてなかったね。ちょっと俺が崩しちゃってね。何月でフェニックスとセイジで行こうと思ってんだけど。はい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 。悪くはない。なんならもうアストラとか行っちゃって。アストラ、アストラ。アストラ。で三体は無理だから俺の頭じゃ。アストラ上なんですよ。絶対使わないでくださいね。あ、アンロックしなくていいですよ。あのジャンパーもう無理。あれは無理っす。あれはダメっす。オッケーオッケー。じゃあもう。それともなんか他に候補あります？でも面白いキャラがいいっすよね。個人的に使ってた時に面白いなって思ったキャラはキルジョイ。ただでも合ってなさそうな。キルジョイね、俺銃撃つことやられたよね。銃撃つことをやめる。スキルにすごい全部されちゃって。他のキャラ使ってる時よりも銃撃つことがね減るんだよね、すっごい。それちょっとやめときましょうか。もうほぼ銃撃たずに終わった試合。タレットに任して。タレットそんな強くないですよ。タレットに負けるのスタミさんくらいなんで。そんな過信してないですよ。そっか、最強だと思ってたから。全然デュエでも全然いいですけどね。デュエ枠は1個そのあれがあるじゃん。フェニーがめっちゃ、かもめっちゃ楽しいし。でデュエじゃない枠が1個欲しいわけよ。でもササにできそうなキャラっすもんね。俺にできそうなキャラ前提として。え、まずセイジはどうなの、アンドさんから見て。いや、セイジはあの手術前はあの良かったっすよ。結構上手くなっ、良くはなって生きてましたけどね。手術後は忘れてましたね、全部。まあでもあの時教えたことなんてちょびっとじゃないですか。まあそうね、忘れても、まあ忘れても全然全般にして、まあ、今勝率こんな感じで、セイジも下がってないじゃん、全然いけるやん。てかまあそれあんまり参考にならないと思いますよ、正直。そうなの、俺だとめっちゃ参考になるんだけど。そんなことないの。え、だって勝率見てくださいよ、変わんないじゃないですか。 51% と 48% って。いや、しかもそれそもそも誰が使うかによりません。いや、そりゃそうよ。それ言い出したら俺なんだけどね。それ何の意味もないですよ。キルジョイ 51.5% だからキルジョイ勝てるなんてそんな甘くないですよ、それは。ピック率が多いキャラとかどうですか。ピック率多いキャラ順に見ていくとか。ピック率が多い順でいくと、ジェット、セージ、レイナ、レイズ、フェニックがこんな感じ。ああ、うん、モクキャラはちょっと正直、まあ、ゲーム理解するには結構はいいんですけど、うん、試合の展開を変えれるキャラじゃないので、うん、正直あんまり味方次第みたいなのがなっちゃうん でサポートキャラ、そのソーバとか、うん、スカイとか KO とかは多分難しい。わかる、難しいよね。しますね、ちょっと。で、ここら辺の階級帯ってなんか多分僕が思うにですけど、うん、多分デュエリスト使った時ってもう一人で突っ込んでぶち壊すくらいじゃないと、なんかあんまりその例えば戦闘に行くからデュエリストみたいな感じの使い方だとあんまりその試合をぶち壊せないんじゃないかと思うんですよね。スマーフみたいなやついるじゃないですか、たまに。そいつ大体レイナとか使ってません？使ってる使ってる。フェニックスとか、なんかそいつめっちゃもう一人で壊すじゃないですか、うん、でもなんかあんまり強くないレイナとかだと試合の展開が変わんないというか。変わんない変わんないから、分かる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 。その自分がもう絶対にこの階級より強いとかじゃない限りはもしかしたらあんまり上げにくいんじゃないかなって思うんですよね。逆に？じゃあもうセイジやん。
例えば自分が突っ込んで2キルしましたで、あとの3対4対3を味方に任しましたで、ラウンド負けて試合負けるみたいなことになるくらいだったら、うん、自分で味方のサポートしつつ1オン2くらいを自分で取りに行く方がなんか勝ちやすいんじゃないかなって僕個人的には思うんですよね。うん、それ前から言ってるね。だからフェニックスとかセージとかはやっぱ自分のことをヒールできるし、うん、戦闘フェニックスウルトでいけるし、じゃあもう最適やん、セージとフェニックスって。割と僕はこの階級から抜け出すんだったらありかな。キャラはもう決まりました。もしくはバストラバストラ出てくるのたまにバストラ。6勝14敗ここはええやん別に。シューズ 20%。 俺今シーズンはうわビってるわ、やば 15%。 そう配信見てて、うん、ハイカラの人たちと見てたんですけど、うん、スタさんファントムのがいいんじゃないですか。え、ついに出た。いや、あのバンダルっていう武器はもちろん頭に当てたら一発なんですけど、うん、まあ、頭に当てなかった場合に、まあ、弱いのと、うん、あと連キロ持っていきづらいんですよ。あ、プラス一番その理由としては前ちょっと話した時にエイムの位置とか話したじゃないですか、うん、でまだちょっとあんまりうまくいってなかったりとか、うん、いってない、ヘッドラインが違かったりとか、うん、敵のいる位置決め打ちしたりみたいな動きがあんまないんで、うん、だとしたら別に頭一発の武器を使う意味はないっすね。でもさ、頭当たってないんで。それに関してはさ、はい、ここでヘッドショット狙えないやん、ヘッドショットをライン合わせられないやん。じゃあトムに行こうで、ヘッドショット本当に合わせられなくなりそうじゃない？なんか甘えそうでさ、俺バンダルだから頭狙ってるとかあるんだよね、ギリギリ。いや、トム最強ですよ。頭しか当たんないっす、あれ280ダメージっす、あれ。あ、そうなんだ俺はでもその合ってる合ってないはやっぱ個人差あるんで、別にその絶対に変えなきゃいけないとかはないっすけど、まあ、見てる感じ多分トムの方がいいと思うんですけどね。強制するレベルじゃないけど一応ファントムを触ってほしいって話をしてるよね今。そうですね、なんか視点移動とか打ち方とか見てる感じ多分ファントムの方がやれる機会とか多いんじゃないかなとは思いますね。なるほどなるほど。ネッサンも初日言ってたじゃないですか、トムですよって言ってたね。調子によってファントムかバンダルって変えた方がいい？いや、トムっすね。ん？あのネスがトムと言ってますちなみにベニーさんもさっきトムって言ってました。あ、そう、やっぱトムがいいって。トム使ってるさんが見たいって。じゃあもう講師とか関係ないわ、トム使えそんなもんはさあ関係ないわ。まあ、でもブランクあったんですよ、さん大丈夫ですよ。ブランクあったんで。ここから引き目の戻してくれるよね、コーチは。俺を。もちろんもちろん。もう1ヶ月でゴールドで3ヶ月でプラチナ、ね。そこまではもういけますよ。違う違う、俺ダイヤに行けるまで行ってくれてないんだよね、なんか。コーチ。え、コーチ、なんかそれ以上絶対カタクラに言わないから。俺だって目標何回も言ってるよね。半年でダイヤ行くっつってんの。そうっすね、ダイヤ。そうっていうのを何回も言うんだけど、またなんか1日とかだって、スタさん忘れたんじゃない、1ヶ月経ったらゴールド、3ヶ月経ったらプラチナ行きますから、え、終わるんだよあなたは違うんだっつってんの。違いますか、ダイヤモンドに行くっつってんの、半年で俺は。ダイヤっすね、じゃあ行きましょうか、ダイヤ。そう、ダイヤ行こうって。今年中ダイヤっすね。そう、今年中にダイヤ、それが俺の目標だから。でもスタさん、でも俺が送った動画4つ見ないっすもんね。みんな見た見た見た。入院中暇だろうなと思って、スタさんのために1時間くらいの動画を送ったら、スタさん見てなかったわって帰ってきて、俺悲しくなりましたよ俺。違う違う違う。帰ってきて手術終わったって言って、なんかスプリット見てたら、なんか全然知らない壁の炊き方とスローパス方してて、え、これ本当に見たんかなスタさんと思って聞いたら、じゃあ 見忘れただけ、本当に見忘れただけ。そうね、はい、そう、結構結構ちゃんと全部見てるからじゃあスタさんの、うん、マジで弱いとこ言っていいですか。やめとこ
やめときます。俺れんかもしれん。俺無理かもしれん。それはそれは無理かもしれん。言い方悪かったね。一番改善した方がいいところがいいから。一番改善した方がいいところ。すぐ改善できます、うん、これ。うん。今のちょっと良くないよ。トゲがあったよ、今。まあ俺は天才だからな。じゃあスターさんが負けてる、うちらに負けてる理由、はい、一番でかいとこ、はい、A サイト行ってもらっていいですか。はい、はい、A サイト行きました。普通のあれがあそこ行ってもらって、うん、こんな感じなんですよ。オッケー。で次スターさん行きますね。うん。なるほどね、なるほどね。わかります。スターさん出るときにあのスローで出ちゃってるんですね。これがマジで弱いです。これこう、はい、なんかちょっとずつクリアリングしながら入るやん。どのタイミングでバッて出るか俺わかんないんだよね、はい、こうなんていうの、はい、ここの右側ここ見ました、はい、ここはここ見ました、ここ見ました、はい、黒子見ました、で出る。どのタイミングで俺は駆け出せばいいの。どこなのかな。覗くときはもう全部ガッですよ。もう全部なんだ。あとあのこういう時だけじゃないですね。スターさん大体いつも、うん、例えばこういうとこにいて、うん、ここ覗く時もスターさんはこうやって出てますね、うん、あ出てるかも。あ出てるかも。それはそうそうそう。これをガッて出る。ガッて。確かに俺シフト押してるかも。あのこういう時はシフト絶対いらないです。これもうマジで弱いです。これ絶対ここはもう俺シフト押してるわ。もうこう絶対いらないです。ガーデン見るときも押してる。これ敵視点から見ると当てやすさが全然違うのと殺してくる速度も全然違うんですね。肩左肩、うん、がこのゆっくりだとこうやって見るじゃないですか、うん、で反応時間がまだちょっとあるんですけど、まあそうよね。ガだともう明らかに違うね。あとスタさん、あとピークのもう一個の話で、うん、このこれをこのなんか足音が鳴らないあれで移動したいですね。そのスタさんのあれを見てると結構いらないシフトをしてる時が本当に多くて、うん、この足音ってこれなんないんですよ足音、うんうん、もう今回ならなんないんで、うん、このちょっと鳴るかな鳴らないかなくらいの感覚をつかんでほしいですね。移動するときとか全部そういうので使いたいっす。待って、ハンドさんキーボードが壊れちゃってさ、左にしか進まなくなってた。あれちょっと、ハンドさん、ちょっと待って。ちょっと待ってね。これはそれデカ対戦、デカ対戦です。シフト押したらダメですよ。デカ対戦。これいい感じっすか、デカ。デカ対戦、デカ対戦、それ。デカ対戦めっちゃいいっすね、それ。これガッと出てくるから。そうそうそう、ガッと出れてます、それ。うん、オッケーオッケー。分かったから左にだけ、左にだけ。感覚は分かる。おどうした？左にだけガッて出るやつ。なんだ。あとスタさんジャンプピークが絶望的にちょっとまずいっす。ジャンプはだって練習したじゃん。練習したあなたと。さっき配信の時にここまずいっす。ここやばかったっす。さっきの配信の。あもう死んどる。あもうやばいっすね。これちょっと撮りましょうか今の。撮ってほしい。これもうただジャンプしてるやつっすもん。もう。これはただジャンプしたやつですから、もう垂直飛びっすね。これはまずいっすね。まずいな。これは分かりやすいわ。いや俺がやばいなってことをしてるってことは分かるか。自分が見えちゃいけないの。ピークっていうのは、自分の肩を出して打たせることなんで、自分の視点に敵が映ってる場合はちょっと出すぎてるんですよね。俺がいるかどうかこう確認いらないんだ。いたら撃つんで敵。あそうなんだ。自分視点で根本が違うかった。敵が見えてる場合はそれちょっとカー出しすぎっす。わかります。わかるわかる。これ殺せないじゃないですか、うん、これですね。これ今僕視点見えてないんですよ、スタさんのこと。実はでもスタさん視点はうん、腕見えてるじゃないですか、肩らへんが、ね、これが正解のピークっすね。やれてみる。これどう。
あ、そうですね、今、そうですね、もうそんな感じっすね。で、ジャンピの場合は、もうこんぐらいだ。と、こんぐらい。そう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 。もうこれでいいんだ。そういうことっすね。俺も。わかります？ちゃんと敵の位置を把握しないといけないかと思ってた、俺も。スロージャンピークって、オペレーター打たせたいとか、そうっすか、それ自分が見えなくても、敵見えてるんで、打つんすよね。打つイコールいるなんで、それでピーク成功してるんですよ。いました、ピークトワーは行きました。ピークトワーが俺、ピークはもう、ど勘違いしてたわ。敵を見ることだと思ってた、こっちが。これ、あ、じゃあ逆して見てみますか、じゃあ。あ、見てみたい。じゃあ、スタさん、ピーク行きますね。はい。殺せんけど、別に。殺せますよ、多分。いきますね。はい。これ俺ピエ？そうっすね、これそんな出てる？こんかえてますね。まあでも全然抜かれそう。これはさすがにねえ、正解ピークがもうちょいから出してもいいですけど、今のはもう極限ピークですけど。お前だったら撃つもんね、これ絶対。そうですね。で、じゃあジャンプバージョンだとこんな感じ。え、そんなもんでいいの？でもジャンプは分かってきた。そうっす、慣れなんで、こういうのは知識とやり方さえつけとけば、あとはもう慣れでどんどん上手くなっていくんで、今はできなくても全然しょうがないですね。もう出過ぎなんだな。